はい、ここで始まりましたムチチャンネル。さあ今回はですね、はい、カズオです。はい、うんじゃねえよカズオです、うんじゃねえ、はい、どうも、はい、どうも、はい、横浜軽い、そう横浜最近出てないですけどみたいな来てましたね久しぶりっすね。久しぶりに来たんで、じゃあ第2回前途共通テストの自己採点やっていきたいと思います。はい、てんちゃんも受けてますから勝負ですね。え、来るの？来ないよ大阪だから東大阪なんですか？大阪知らないんだ。ではやっていきましょうか。どれから？英語か、やっぱり丸付けっすか。はい、丸付けしてください。英語か、英語が一番したくない。英語が一番したくないの？だって数学よくは向けてないから。あ、確かにそうですね。だって社会と数学だもんね。そう、はい、二人ともね、早稲田を目指しているのは同じなんですが、感想としてはどうでした？めっちゃ長くないですか？もうそうですね、リーディング5なんですが、8までそう、大門8までやってバカみたいですね、まあ、でも長文の量って買ってないんですか？そんなに、まあそうですね、いわゆる AB がなくなってるから。あ、確かに、まあ、本当どうなるのかがひどかった。腰痛が、あ、腰痛が長時間座ってたんで、はい、あ、まあ確かにね、腰痛とかね、首が。本当ですか？まあ確かにずっと下向いてると、うん、はい、リスニングは悪いから、リスニングから行こう。よし、では行きましょう。チャンチャチャン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 、あ、そう、その曲が流れるねちょっと自分でやる自分でやるはい、合ってます。いますか？はい、はい、では横山、はい、何点ですか？68です。 68! あー、なるほど。そして数は87点です。おー、やっぱりすごいですね。じゃあそれぞれの大問ですね。はい、カズオの方は第1問19点、第2問16、第3問15点、第4問8点で、第5問満点で、第6問満点と。後ろが得意なんやな。はい、で横山が最初が14、次が8、その次が9で、12、15、10で。どうでした？後ろの方が意外とそんな難くなかったってこと？僕は感じました、まあ、そうですよ、はい、最初のはもう先読み先読みってなってて、うん、あ、やべってのが落としたところですか。いや、前半の方がちょっと早いですか？いや、早いってか 2回流れるけどね早いっていうものなの。そんなことない。いや、後半ゆっくりくないですか？そんなことないですか？あと声が聞き取りにくいとか。俺は聞いてないから分かるわけない。いや、でも途中確かに、うん、なんかごもってる人いるんですよ。あー、なるほどね。3から1回読みじゃないですか、うん、そこは3は確かにやけにゆっくり意識して読んでんのかなってぐらいは。1回はちょっと多分ゆっくりですよね。うんうん、なるほどね。ちょっとカッチャカッチャめっちゃ大変だから2人でカッチャカッチャやられたら俺も編集するときうわーっつって地獄だから。ではリーディングいきましょう。はい、いやー、読み終わると思ってたんですけどね。あ、読み終わんなかった。読み終わんなかったっす、ね、読み終わんなかったっす。例年はいつもギリギリピッタで終わるんですけど、うんうん、あとなんか最初から飛ばしてきません？なんか去年の本番もめっちゃす、なんていうんですか、うんうん、最初なんか表というか図が4つあって、そこからなんか情報だけ取っていくみたいな感じじゃないですか、うんうん、それじゃなくてもういきなりむずいと。あ、そうっす、まあ、確かに、いきなり大問2みたいな感じですよね、うんうん、もう1ページ目むずくて2ページ目からちょっと下がるみたいな。ああ、そういうことね。だんだん上がっていくわけじゃないのがちょっとなんかなーっていう、うん、問題構成としてちょっとやりづらいなーっていう はい、出ました。はい、じゃあ行きましょう。はい、横山リーディングは69。おお、でもそれよりもリスニングより1点高いんだね。カズオの方は80ですね。はい、はい、それぞれの問題、カズオは第1問全部合ってますね。第2問全部合ってる。第3問は並べ替えが間違ってる順序のやつですね、うん、第4問も全部合ってる。第5も合ってる。第6が1問ミスで、第7が並べ替え間違えで、第8はやってないんで、やってないっすね、1問だけってことですね。で、横山が第1問4点、第2問10、第3問9、第4問9、第5問13、6問15、第7問が3、あ、もうこれだいぶもうダメってことですね、そうです。で、第8問が6、ね、勘でやってって感じですね。なるほど、やっぱ終わるかどうかっていうのが厄介なところだっていうのは分かりましたね。どんぐらい時間取られないかってのが結構大事ですね、うん。国語、あ、ね、そっか。感想はどうでしたか？やってみて一番終わんない気がしました。思いません？どうなの？いや、2人とも早稲田と戦うんですから国語は。分量、いや、久しぶり国語解いたっす久しぶりばっかり。まあでも共通テストは確かに本当に意味わかんないっす、うん、量が。今国語古文しかやってなくて、原文久しぶりすぎて、うんうん、
わわわわみたいな。クロちゃんみたいな。あの改編は良かったんでしょうかってずっと思って解いてました、ね。急いで。なんでそんなゆっくりゆっくりやる。そうですね。音動画が短いと本当に楽ですもんね。熱くないですか？いいからいいからもう逃さないって。画像は動画編集者だからね、わかる。いやまあ本当に本当にかじってる程度。そうなの、本当にかじってる程度。マジで元動画が長いとそれはそうで面倒くせえよ。そのこっち手間いっぱい。はい、じゃあ見ていきますか。はい、横山94。あら、おらららら、半分いってない。深刻ですよ。深刻です。で、数126、6割。最初の現代文が37。第2問が 7?7! まあ、最後に小説おい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 。そうですね。時間なかったってこと？あ、そうですね。はい。おいおい、それでも横山勝ってしまっているって。小説方とでですね。第3問10、はい、あの新しい景色で、第4問が、あ、満点じゃん、古文満点じゃん。いや、これは僕もびっくりですね。古文45点、全問正解ですね。で、漢文27ということで、だから古文全部合ってて小説ボロボロっていう。本当にそうですね。なるほど、そういう状況だったわけですね。はい、では横山見ていきましょう。今後の94が現代文、最初の第1問が15で、小説26、ほんほんほん、で第3問が5、あ、1個しかっていうのがあったわけですね。読み取りは面倒いです。図表みたいな、なんかグラフとかのやつなんでしょ。まあ早くは無理っすね。あれ、古文が24で漢文24、ほんの字だって合計14ということでした。どうだったの？だから小説はもう分かんないわけ、時間がなくて。あ、もうそうです。あ、でも一応時間ギリでこれです。え、でも全部触れられているってことです。え、そうです。え、それすごいと思うんですよ。いや、もういい闇だよ。いや、本当に。それすごい。全部やって、半分いってない。そんなに。そんなに。そんなに。えぐい。のんでりがえぐい。いや、申し訳ない。そんな、そんな本当に言うつもりはなかった。古文知ってるやつではなかったですね。あ、全然そんな背景知識なんてカスカスなんで、僕ないっす、やったことないっす。まあ時間は一番かけたかもしんないですね。あ、なるほどね、はい、俺も多分そうっす。 いよいよ選択科目みたいな感じになってるやつです。はい、数学と日本史です。普通の元のやつです。前、普通のとか、まあ前の旧課程ですね。はい、いや、低い、とっても低い。はい、じゃあまず横浜でやっちゃいましょう。日本史、はい、 B 級課程で71です。ちょっとどうしたの、あなた日本史得意だったんじゃなかったんですか。火を吹かなかった。第1問12点、第2問22点、第3問19点、第4問6点、第5問12点と。今日はだからさ、本番でさ吹かなかったじゃない、早稲田のね。本番で得意の日本史がこうガーンといけなかったんですけど、とちょっと共通テストごときでボッとボンと取れんじゃないの。うん頑張りたいですね。ちょっとそれ大丈夫なの。あららら、では数 1A ですね、はい、旧数学の方が83点ですね、はい、低い低いって言ってたけど。いやでも悲しい、はい、マジで去年落ちたぐらいの点数の感じなんですよ、うん、なるほど。だから第1問が26、次がこれ23、はい、第3問17 で第4問17っていう感じでした。まあちょこちょこしか間違ってはいないんだけどね。多分難易度は本番よりもちょっと一段階低いんですけど、うんうんうん、だからこそ間違えたとこがやっぱなんか本当に自分の計算能力が衰えたっていうか、なんか低いなっていう。なるほどね。一発でバシッと決まんないでうだうだ計算しちゃって沼るみたいな、うんうんうん、なるほど、多かったですね。続いて数 2B です。頑張って、もう30分経ってますよ。あ、うわ、元動画30とか聞きたくない。もっとかかるんだから、こっから。はい、とページは間違いなかったっす、現役の時やってるんで。30分棒に振って。え、本番で、本番で一旦泣くか迷って解きました。はい、出ました。低い。はい、どうせ、てんとか言ってないでもん。はい、数 2B が86点ですね。はい、なるほど、86か。
まあね、今までの実力だったらボット取れても全然いいんで。そうですね。第1問が26、第2問が満点ですね、30、はい、第3問じゃなくて第4問が16点、20点中ですね、で最後のから14点か、25の14で合計86ということで、はい、はい、ということでした。なんで結果はこんなんで、まあね、これから判定のやつが出たらまたその時見たいと思いますけど、はい、もっと欲しかったと。あ、そうですね、うん、ちょっと、いや国語もちょっとびっくりし、英語もちょっとびっくりっていう。なるほどね。あ、店長からちょうど終わりましたって今来た。今まで受けてたのかな。え、情報まで受けてたんですか。情報まで受けたのかな、わかんない。確かに情報の時間ですよ。え、医学部って全部いるんですか。まあまあ、医学部はそうだね、国立だったら。あ、そうなんだ。国立受けるんですか。一応志望だからね、じゃ確かにそれだったら、うわ、キャパあるんですか。はい、ということでございまして、はい、だからまあ皆さん動画ね、これから編集して明日出す予定ですけど、その後てんちゃんは明日撮って撮影してやる予定でございます。はい、よいしょ、ありがとうございました。天気ポッチン、よし、 OK。 はい、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ。